こんにちは、神戸真由美とサイン芝居でサニーのリビングでたいもないお話です。はい、ということでございまして、今日のたわいもないお話は結構たわいもなくもないかもしれませんが、今、絵本作りをしています。絵本、まだこれはサンプルなんですが、紙芝居を YouTube でアップさせていただいていますが、実は紙芝居作る前にこういう絵本を作ろうということで、で森岡彩さんに絵を描いていただいて、で私が文章をこうやって書く中で、あ、絵本もあるけど紙芝居もあるねっていう話で、で紙芝居が先にできてしまいました。と言いますのもですね、紙芝居のストーリーは、一子が島根から東京に行って、コロと出会って、で赤という子供ができて子孫が繁栄していったと。でもう周りのワンちゃんたちは戦争とか、ジステンパーとかで、こう亡くなる犬も多かった。でその中でも運よく石号の子孫は、良い子孫がこう増えていって、で現在の60万頭の柴犬のルーツになりましたというようなところまでのお話でした。でそのことを地元の人が全く知らないかったんですが、それを知った地元の人が石号の石像を作って石を、89年ぶりですかねに、こうふるさとへお迎えして、おかえりなさいといったお話でした。けれどもこの話にはその先がありまして、先といいますか石号の子供たちのドラマがあるんですね。私はあの石は本当に強運な犬だと思うんですが、石号とかいろんなことを調べるにつれて、石の子供、孫、ひ孫もみんな強運であったことを発見というか知ったんですね。偶然なんですが、石号の子供を、赤号を飼っていた方のお宅を、探し当てることができて、お邪魔をして、でその時にその方の息子さんでまだ小さいお子さんだったんだけれども、こういうことがありましたって教えていただいて、もうこれが本当に不思議な奇跡的なドラマチックな話なんで、ああなんとかそれをこう難しい文章で書くというよりも、こういう形でどなたにもこうどうやって今の柴犬が生き延びてきた、どうやってこう人々が苦労して守り抜いてきた、そしてその柴犬たちも、もう病気になったり戦争でもう空襲にあったりとかですね、大変な状況になりながらも今のかわいいかわいい60万頭の柴犬ちゃんにつながるわけですね。でそのことを、今柴犬飼ってる人とか柴犬大好きな人たちにも知ってもらいたいな、こんな素晴らしいドラマが昔あったんですよというのを、簡単な文章で分かりやすくお伝えできるように、頑張ってチャレンジしております。一応今週中には原稿を作り上げたいなとは思っています。またできたらご報告いたします。はい、ということで、絵本作ってます。これとこれサンプルなんですが違う会社なんですよ。でやっぱり中とかもね、例えばこれは同じ文章と写真、絵で作ったんですが、こういう感じだったりこういう感じだったり雰囲気違うんですね。でこれはですね、こっちはこういう表紙も一応ついてるんですよ。表紙というか、こう、皮っていうか、なんていうんですかね。まあ、で、それで、これで、今は24ページですけど、36ページのものを作りたいと思っております。
ぜひ、興味のある方はお楽しみにしてください。ありがとうございます。うちのサイン柴犬ちゃんはなんかサインちゃん柴ちゃんサニーちゃん、あ、そうだ、あ、もうダメです、ダラダラしてすみません。はい、ということで今日もありがとうございました。